はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では第6話をやっていきたいと思いますけれども、ちょっとまあ機体を見てみましょうか。とりあえずなんかしょぼいって感じですね。まあ後継機に乗り換えることを考えて、とりあえずお金は節約している感じですね。まあ7万8000円しかないですけど、まあ一応本編の方がもうなんかサソリのやつらが出てきたんで、まあちょっと先に煉獄編をやっちゃおうかなっていうところですね。まあ煉獄編15話を終わらせてから、まあちょっと本編の続きをやっていこうかなと思いますので、とりあえず、先へ進みましょう。サイデリアル基地内。クラビア。こいつはでも出てきてないっすね、まだ。こいつ出てきたよね。こいつサソリのやつだよね。結局、基地に残っていたのはこの二人だけか。はい、ごめんなさい。謝る必要はないよ、クラビア。君という人間に会えただけでも喜ぶべきことだ。ありがとうございます。待てよ、アドベント。こいつから情報を引き出そうってのか？そのつもりだが。こいつはサイデリアルの人間だぜ。こっちに協力するとは思えねえな。さすがは揺れる天秤のリアクター、クローブルーストさんですね。相手が誰だろうと言うべきことは言う。その強いし、素敵です。俺のセフィアのことを知っているのか？はい、研究データで拝見しました。もちろん、悲しみの乙女の節子小原さんのことも、傷だらけの獅子のランドス・トラビスさんのことも存じ上げてます。ここでセフィアを調べていたっていうのは本当の話らしいな。ギルターが私を捕獲しようとしているのは研究目的なのね。で、その逃げ遅れた研究者さんは俺たちに協力するっていうのかい？私逃げ遅れたんじゃなくて置いていかれたんだと思います。え？私研究チームの中でもミソッカスで、だから脱出シャトルにも乗ってなくてもきっと誰も気づかなくて。お前。でも私今回のことはチャンスだと思ってます。どうせチームにいたら私なんて研究データだってろくに見せてもらえませんから。だから私クローさんや節子さん、ランドさんを間近で観察してリアクターの研究を自力で進めます。もう決めましたから、嫌って言われてもついていきますからね。あのよお姉ちゃん、研究熱心なのはいいんだけどよ、分かってんのか、お前はサイデリアル、俺たち地球人の敵なんだぜ。そのことなら心配いりません。私、サイデリアルに恩義なんて感じてませんから。恩義？はい。私、惑星エスコールの出身なんですけど、この星の暦でだいたい1年ぐらい前に拉致されて、スフィアの研究チームに繰り込まれたんです。そうだったんですか。さすがは悲しみの乙女の節子さん、こんなミソッカスに同情してくれるんですね。なんだよ、ミソッカスって。でも大丈夫です。サイデリアルがマークしていた3人のリアクターにこうして出会えるなんて、私幸せで幸せで気絶しちゃいそうです。最初は気絶しそうなくらい怯えてたのによ。でもこの方が協力してくれれば、今以上にスフィアのことが理解できるかもしれませんね。俺はパスする。こういう研究熱心な女に付き合うとろくなことにならないのは経験済みだ。そんな釣れないこと言わないでください。皆さんに見捨てられたら私。分かったから泣くな。おそばに置いてくれるなら何でも協力します。炊事洗濯でも機体磨きでも、ご要望とあればブーツにキスすることだってやります。なんだこりゃ、ここまで来ると熱心を通り越してもう病気だぜ。この一途さには俺も脱帽だ。その必要はないよクラビア、君は私と共にスフィアの謎を解き明かしてくれればいい。本当ですか。歓迎するクラビア・アーゴ、今日から君も私たちの仲間だ。いいのかよ。いいんじゃねえの？スフィアの謎を解くのに協力してくれるならよ。しかしよ。クロ、気になるなら君が彼女を監視しろ。俺が？よろしくお願いしますクロさん。お互いに隅から隅まで見せ合いましょう。ノーサンキュー。想像しただけでげんなりだ。こっちはなんとか収まりがついたが、問題はあっちか。ねえ、あなたの名前は？わからない。君もサイデリアルの一員なのか？答えろよ。返答次第でお前の今後が決まるんだぜ。ランドさん、そんな言い方をしたら怯えてしまうじゃないですか。おう、別に脅すつもりはなかったんだわ。ねえ、わかることだけでいいから話して。あなたがここで何をしていたか。
うまく思い出せない。頭の中に霧がかかっているようで。クラビア、何かこいつについて知っていることは？ごめんなさい、私下っ端の味噌カツなんで、自分のセクション以外のことは。そうか、ごめんなさいごめんなさい、捨てないでください。そんなことはしねえよ。でも予想ならつきます。この基地は様々な兵士を作り出す実験をしていたらしいんです。俺たちが戦った虫の兵隊もその一つか。だからきっとあの子も。アドベント、君の言いたいことはわかる。だが彼の動向を認めるわけには。なんだ、偵察に出ていたブルーからだろう。どうしたブルー、サイデリアルを発見したのか。はい、ですが妙な動きを見せています。妙な動き？状況は不明ですが、サイデリアル同士が戦闘しています。第6話、脱走者。うおっと、おこいつあいつじゃねえか。サルディアス・アクス、いい加減に観念するんだな。残るはお前だけだ。裏切りが許されると思うな。それそれ、その堅苦しいところにも性が合わないんですよね、どうにもこうにも。ならば死ね。ちょっと待った、お客さんみたいですよ。ブルーの言った通りだ、サイデリアル同士が戦ってやがる。私が感知した時には複数対複数の戦いだったのですが、あの一機を残して他はやられちまったってわけか。でもあの機体、ギルターの乗っているものと同じものです。要するにそれなりにお偉いさんってわけか。おい、あなたたちが噂になっているレジスタンスの希望の星ですよね。私の名前はサルディアース・アクス、亡命を希望しています。いやー、怪しすぎだろうこれは。せっかちですね、まったく。話が終わるまで待ってくださいよ。どうします？向こうにはファイアバグがいる。少なくともあの連中は叩く。あっちのサルなんとかのおっさんをどうするかはその後でいいだろう。サルディアスです。何はなくともサルと呼ぶのだけは勘弁してください。わかったわかった。その話は後だ。それじゃあ行くぜ、セツコ。あの謎の少年が気になるだろうが、そっちはアドベントに任せようぜ。はい、そういうことだ、猿のおっさん。とりあえず加勢するぜ。ですからその呼び方は。話は後だ、まずはこの場を切り抜ける。はい、お願いします。噂の力を見せてくださいね。3ターン以内に10機。とりあえずガンガン行きましょう。いやー、サルディアスもどう考えても怪しいだろう。どうしようかな、攻撃に入ろうかな。とりあえず攻撃しよう。さて、自由を得るというのは思った以上に困難なものですな。その困難を乗り越えたところにパラダイスがあるのを信じて頑張りますか。まさかこいつ仲間になるとか言わねえだろうな。おお、ファイヤーバグがいるんだね。 69% が結構強えな。気力が低下した。とりあえず進みながら攻撃をするか。直感を入れた。当たってしまったか。で、こいつはそのまま攻撃をしましょう。
あ、そういや SR ポイント取ってるからハードモードになってますね。やはり敵が強い気がする。まあでも SR ポイント、まあ、取れるところはちょっとずつ取っていきましょう。ただ無理はしない。届くか。反撃を食らわないと思ったのに。フルバースト。こっちだよな。クロートの見分けがつかない。ほい。腹痛をかけとこ、腹痛。あれ、腹痛って銃じゃなかったっけ。ちょっと変わったんだっけ。いつの話をしてるんだって感じだけど。結構食らうな。おう、OK。気をつけてください。敵の増援が来ます。お、めっちゃ近くに来た。マジか、これタコ殴りにされるぞ。うじゃうじゃと出てきたぜ。これだけ数が多いとさすがに面倒だな。大丈夫です。こちらも救援が来ました。おお、怪しい機体に乗ってる。いいタイミングだぜ、アドベント。そっちの包帯野郎はなんだ？乗っているのは彼だよ。え、君たちに敵増援が迫っているのを知り、彼も出撃を申し出てくれた。君、戦えるの？マシンの操縦の仕方は覚えている。どうやらそっちのもサイデリアルに恨みを持っているみたいだな。あの、そちらの事情は存じ上げませんが、手伝ってくれるならお早めにお願いします。自分結構ピンチなんで。了解だ、猿のおっさん。はあ、どうにも素直に喜べませんね。大丈夫なの、あなた無理してない？余計な心配は無用だ。そちらの足を引っ張るつもりはない。ではその言葉を証明してみせてくれ。そのつもりだ。おっと、ちょっとランプやばくねえかこれ。防御しとこう。もう SR ポイントも取ったし。なぜかかわすんだけど。大丈夫かな。僕の存在、僕の戦い、今は進むしかない。160、防御すれば全然減らないな。12、これ反撃してもいいかな。おお、反撃しても大丈夫だな。オーケーオーケー。なんでこいつこんな硬いんだ。うん、敵の数は多くなってきましたね、だいぶ。私の舞台はこいつらに任せれば大丈夫か。サイデリアの基地を制圧し、さらに脱走兵を受け入れれば我々に敵の目は集まる。このまま戦いを続けていては今の戦力では太刀打ちできない相手も出てくるだろう。だがそれでも我々は前に進まなければならない。アラフィルバイト。7000もあるんだこいつ。倒せるやつから倒していこう。ちょっと集中かけとくか。こいつも集中で。
ミサイル。アグネラインアンプ。いや全然強化パーツとかつけてなかったな。こいつを狙ってくるか。回避。当たった。こいつはおお一応反撃できる。何マスだ ?5 マスか。9800。普通に超あるし、こいつなぜか脱力持ってるし。え、落ちた、もしや。すいません、節郎、節子、小原、交代します。落とされたか。3200。なんかしょぼい攻撃しかないな。あれ、なんで使えないんだ。2から3だからか。間違えた。これでさよなら。いくぜスコート SP。 アサルトコンバットパターン、ファイス。ターゲットを中央に固定。中央突破。呆れるほどに有効な戦術だぜ。 OK、 節子落とされたけど、なんとか勝てたか。だが基地を奪還したことでサイデリアルの注意は我々に集まりつつある。ああ、なかなかに善とは多難だな。そう心配するなって、頼もしい仲間も増えたことだしよう。え、マジ仲間になんの。ありがとう、今日の勝利はあなたとアドベントのおかげよ。別に君たちを助けるために戦ったわけじゃない。そうだとしてもお礼を言いたいの。ありがとう。好きにしなよ。じゃあもう一つ、これから一緒に戦っていくためにもあなたの呼び方を決めたいんだけど、オリオンってのはどう。頭上に響く輝く星々から取ったか。悪くない名前だ。どうかしら。僕は好きにしなよって言った。じゃあこれからはオリオンって呼ぶわね。いやー、美しい。実に心温まる一幕を見せてもらいました。私もこれから共に戦っていく仲間として名前を賜りたいところですが、あいにくとこのサルディアスの名前を気に入っておりまして。待てよ、猿のおっさん、あんた俺たちと一緒に行く気か。え、そのつもりで私を助けてくれたのではないのですか。それはこれからの尋問次第だな。あ、ずるい、そっちの少年も元はサイデリアルの一員っぽいのに私ばっかり。ああ、美少年は得だ。私だってあと20年若ければ。そこまでにしよう。隊長機に乗っているということは君はそれなりの地位にある人間なのだろう。君からはサイデリアルの情報を期待している。はは、その辺はまあぼちぼちということで、まずは基地へ帰還しよう。クラビアが我々を待っている。あいつが約束通りに飯の支度をしてくれているのを期待するとすっか。スフィアに見入られた者たちとサイデリアルの科学者、謎の少年、脱走者、賑やかなパーティーになりそうだぜ。あ、8000円もすんのか、高え。猿のおっさん、サイデリアルの下っ端だったって。恥ずかしながらサルディアス・アクス、42歳、バリバリの一兵卒であります。はい。でも幹部用の機体に乗ってたじゃねえか。ああ、シャウラスのことですね。
そりゃ脱走するんですから少しでもいい機体に乗ってきますよ。おっしゃる通りだがよ、君自身は末端の兵士だったとはいえ、あの機体に記録されている情報にはそれなりの価値がある。それじゃあ私を受け入れてくださるんですね。君にサイデリアと戦う意思があるなら歓迎しよう。それはもう、あいつら安い給料で人をこき使いやがって。私イーサン系の第二惑星の出身なのですが、まさかこんなところへの派兵に付き合わされるとは思ってもみませんでしたよ。世知辛い事情は地球もサイデリアでもそれほど変わらないみたいだな。貧乏同士で共感してんなよ。ともあれ、今日から私も皆さんのお仲間です。よろしくお願いします。おう、よろしくな猿のおっさん。それですけどね、私には親からもらったサルディアスという立派な名前があるんです。おっさん弱りは事実ですから気にしませんが、変な略称は断固として拒否させていただきます。そいつはすまなかった。今後はおっさんと呼ばせてもらう。あなた見かけによらず誠実な方なんですね。不本意な名前で呼ばれることの辛さは嫌というほど知っているからな。暑苦しく共感してんじゃねえよ。で、節子とオリオンはどうした？クラビアもいないようだけど。自ら出撃したとはいえ、オリオンには強いストレスがあったようだ。それを節子がフォローしている。クラビアは？彼女には知る限りのスフィアの情報をまとめると同時に、あることの調査を頼んでいる。調査？そうだ、この結果によってこれからの我々の戦いの行方が決まる。ということで、仲間になったの？仲間になってるし。アンゲロイ、シャウラス、もう怪しさ抜群なんだけどこの2人。いやー、どうしようかな。とりあえず3段階くらいは照準値は鍛えておきましょう。ハードモードなんで命中率が低くなっちゃいますからね。とりあえずこんなものか。11万円か。新しい機体が入った時にはちょっと心もとない金額ですね。まあでもいずれにせよ、これでじゃあ第6話終了して、じゃあ次回またやっていきたいと思います。